みんな食え。始めさせてもらいたいんですけど、そうですね、私たちはあの村正のコピー版をやらせていただいていまして、まずちょっと、バンド名のパイナップルナップルをちょっと説明したいなと思うんですけど、そうパンやめそうなんですけど、あのパイナップルナップルっていうのはなぜかこうバンド名を決めるときにオレンジレンジっていう案が出て、でオレンジレンジから果物変えたらいいんじゃねみたいなことで、まあ、ふざけ半分で言ったのが採用されたっていうパイナップルナップルなんで、皆さん発案者はあの人です。それでそうなんです。それでやっぱオレンジレンジのことをみんななんかよくレンジとか言ってたじゃないですか。だから私たちのこともナップルって言って好きになっていただいたらいいなって思うので、皆さんちょっと名前覚えて帰っていただきたいなって思います。はい、って感じで、まあ一番最初なんでちょっとみんなこう様子見な感じだと思うんですよね。会場が温まってない感じで、なんで皆さんもうちょっと前に来ましょう。はい、わーってわーってわーって、そこら辺そこら辺がもう、はいって感じで、で一番最初なんでなんか乗り方もなんかこれでいいの的な感じで、なんかこういう感じだと思うんで、全然そんなの関係ないんで、片手を両手でもいいんですけど大きく上げて大きく上げてこうね盛り上がっていただければ嬉しいなって思います。じゃあ1曲目いきましょうか。聴いてください、ヘクティック。
一番端っこの彼女はいつもはキーボードパートでやっているんですが、今回は初めてトランペットでということで、はい、いや聞いてもらったら分かると思うんですけど、めちゃめちゃ短いんで、次の曲もめちゃめちゃ短いんで、あのなんか乗ろうかな乗らないかなみたいな様子見をしてる間に終わっちゃうんで、皆さん気をつけてくださいね。はい、で次の曲が、最後になるんですけど、最後になるんですけどはいはい、それでもう何言おうとしたか忘れちゃった。それで次の曲は、はい、ありがとう。それで次の曲はダンスオアダイっていう曲なんですけど、踊るか死ぬかなんですけど、皆さん踊るか死ぬかだったら踊るを選択しますよね、もちろん、っていう、いや踊るっていうことで、皆さんぜひ一緒に踊っていただきたいなと思うんですけど、ダンスオアダイっていうタイトルが掛け声になってるんですね。なんで皆さんそれ一緒にやってほしいんですけど、わかんないと思うんで、こう練習をしたいなって思います。はい、やろうやろう、ワンツーワンツースリーフォー、ワイワイダンスオーダイ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 っていう感じやるんで、皆さんちょっと恥ずかしがってますよね、まだって感じなんで、もっと皆さんねガンガンやってほしいなって思うんですけど、一発目だからって声枯らしちゃいけないっていう制度ないですからね、皆さん。はい、はい、ありがとうございますっていうことで、もういいかな、やだ、まだやりたい、いい、じゃあ行きましょうかね、最後。はい、行きましょうか。